皆さんこんにちはマモップです今日はあの、えー、マモップのゴルフ遍歴パート10第10弾となりました、えー、ちょっとね動画はご無沙汰してましたはいちょっといろいろバタバタしてて、あのー、撮影なんかもちょっとできてなくてまああのー、コロナの影響でゴルフもね全然行けてないんでまあそれの影響もあってちょっと動画が撮れてないという状況です はい、でパート10ということで、えー、えーと、これちょっと後ろ、今年僕使ってる、あのブリヂストンのバッグです、今年からこれに変更しました、そしてこっちもですね、ブリヂストンで入ってますね、これ、あのなんと、えー、女子プロゴルフの、えー、重鎮。 っって言って言いいですかね、はい、あの小田美樹プロからねちょっとお譲りいただきましてちょっとこれも併用して使いたいなというふうに思っておりますはいそしてあの皆さんこれ気になってますこれこれねこれ知ってますかね皆さんボールピッカーって言って、まあ、ボールをね拾うのに使うんですけどあのー、カップに入ったボールねこれを こうペットカップの奥から取り出すそういうものなんですけどもはいこれなんか最近ねあの倉本 PGA 会長がなんか使ったりとかいうことでちょっと注目されてるんですけども結構あの私の知り合いが開発して作って私も使ってるんですけどあのカップの縁触ったりとかしなくてもボール取れますしあの。 最近だとあのコロナ対策でなんかピンとかカップとか触らないでくださいねみたいなのを言われるんでこういうのもいいのかなとちょっとまあご紹介はいあの購入できるところはリンク貼っときますんでぜひあのなんかちょっと気になる方はぜひ見てください,はい前回まああのオーストラリアで始まったの 生活それが、あの、どういう流れかっていうのをね、あの、なんていうんですか、あの、えー、朝起きてから夜寝るまでの、まあ、生活を流れとして、えっ、ー、と、お話ししたんですけども、えー、なかなか、あの、なんか楽しいような、<laughs> 大変なような、そんな感じで、えー、生活を送るような形になりました。はい。 ね、もうちょっと細かく練習内容を、えー、お話ししていくと午前中はあのー、住んでたとこから近くの、えーま、っすぐ目の前のゴルフ場のレンジを使って練習をしてましたでこの練習場っていうのはねあの私あのアメリカとか行ったことないんで分かんないですけどあのオーストラリアはだだっぴら広いところにただ芝生のところで。 自分のボールを持って行って打っていくっていう、で自分で回収するっていう、まあ、そういう練習場の仕組みなところが結構多かったです。まあ、もちろんあの日本のレンジみたいなところもありましたけど、あのー、結構、ゴルフ場自体が安いので、練習よりも,もうコースいっちゃえっていう人が結構多かったみたいで、練習場にあんまり行くっていう習慣がないっぽいですよね。 えとでもまあ僕らはあの練習したいので、えー、その場所を使って練習してまして、まあ、自分のボールをどのぐらいですかね5 6 0個ぐらい持っていって打って打ち終わったらあの自分で回収するとで結構暗黙のルール的にあの誰かが回収し始めるとあの打つのやめて自分も回収してまた打つみたいな。 なんかそういう感じにこう向こうの人も現地の人もなってたんで、はい、そういう形で練習していましたなので、まあ最初まあ、芝生の上から、ね、打てるんですごく良かったんですけど最初のうちはやっぱりあのもうとっちらかっちゃって、まあ、ボールもなくなることも多いですしあの回収するのも大変、まあ、そんなことも原因の一つとしてあって、まあ、結構ですね あのウエッジを打つっていう作業をすごいよくしてましたであの、まあ、もちろんあのただ球拾いが面倒くさいっていうだけじゃなくてウエッジでこう打つことで、えー、他のクラブもショットが良くなるということを考えながら打ってましたあーまあそうですね一番よくやってたのはあのサンドウエッジ、まあ、もしくはアプローチウエッジで。 あの小さいスイングでどこまで飛ばせるかえいかに小ちさちくてフルショットの距離が打てるかそういう練習を繰り返しまあコントロールも含めてえそういう練習を繰り返してやってましたでその打つたんびにまあ球の高さとかえ球をどういうふうに運んでいくとかそういうのもすごくこう気にしながらチェックしながら毎日打ってました。それをやることによってこう まあ私の今、僕が今あの、結構気にしている部分でもあるんですけど、ボールをいかに効率よく運ぶか、飛ばしていくかっていうのをあのできるようにということで、まあ、それがあの怪我を防止することにもつながりますし、えー、調子の波を作らないっていうことにもつながるということで、そういうふうにしてました。まあ、その練習をしながら長いクラブも でもう最初の位置は本当8倍ヤードぐらいしか打てなかったですけどでそこはあの300ヤードぐらいこうドライバーはフルショットしていってもあの向こうまで届かないぐらいなんで、あのー、そうです、ね、ドライバーで打つともうボールがあっという間にどっか行っちゃうなくなっちゃう回収できないっていうこともあったんでそれをこうなんとか、えー、ボールがなくならないようにやりたいなっていうふうに練習をしてました。 午後のラウンドですよね。えー、午後はあの少し離れた、前回も話しましたが、あのーまあ、結構難易度の高いコースで、あのーまあ、ほぼ毎日午後からラウンドという形になりましたで、まああの。ほとんどというか、いつも、えー、手引きカートですね、えーと。マイ手引きカートみたいなの持ってて、三,、うん、三輪三輪かな結構しっかりした。 日本ではあんまり見ないですけど、しっかりした、しっかりしてるけど軽くて、えー、いつも使えるような、そういうあの、バギーを買って、で、その、そこへキャディバッグを乗せて、ラウンドすると。まあ、たまには、あの、乗用カートを使うことがあったんですが、まあ、基本的には、その、セルフバッグというか、まあ、あの、担、ま、ぎ、あ、でもあったりもしてたんですけど、まあ、あの効率の良さとか考えて、あの、手引きカートっていう、 ことこで回ってました、まあ、あの、中には、自分の、まあ、アマチュアの人なんかは、自分の、なんていうんですかね、こう、電動、電動のカートみたいのを、あの、一人乗りのカートみたいのを作って、それで回ってるお年寄りの人とかも結構いたりとか、まあ、なんか結構自由ですよね。まあ、オーストラリアっていう感じはしました。はい。まあ、そのゴルフ場は結構、あの、自然の、 コアラノラコアラ <laughs> がよく出没するところでカラスにいじめられているノ,ノラコアラが逃げ回ったりとかまあ触れたりもするんですけど、まあ、基本的にあの皆さんよくご存知のオーストラリアではコアラを触るみたいな抱っこするとかねや,やると思いますけどあのー、自然のコアラは触るととんでもない臭いんです。もうあのグローブとかぺった触ったら ゴルフのグローブはもう使えなないいくらい臭くら臭ったりとか <laughs> 野生のコアラは非常にあのー、臭かったという思い出がすごくしますまああのまあ野生のコアラもいたんですけど、まあ、カンガルーとかねなんかこうコモドドラゴンって言ってこうちっちゃい恐竜みたいなとかまあなんかすごい動物がいっぱいいましたねでそこであのラウンドをして えーまあ、時間があればラウンドした後にそこでパッティングとか、まあ、の短いパターとかあとちょっとチップしたりとかそういうのをやって帰宅するっていうそういう練習方法でしたねそしてあの自宅に帰った後食事して、まあ、のトレーニングをやってましたどんなトレーニングしてたかっていうと まああのマシーンとかそういうのは全くこう用意してなかったので、まあ、基本的にはあのサーキットトレーニングって言われる、まあ、あの腕立てとか腹筋とか背筋とか、まあ、スクワットとかっていうこう決めてそこをこう繰り返し繰り返しっていうそういうねあのトレーニング、まあ、心拍数をちょっと上げてでそこに素振りとかあとシャドウみたいなのとかそういうのを加えてやってました。 でまあ、僕私は個人的にもともとよくやってたんですけどあのゆっくりやるスイング、まあ、一時期あの宮里藍ちゃんとかが言ってましたけど「太極拳スイング」とかってよく言ってるみたいなあのすごくゆっくり自分のスイングをしていくとでそれによってこうなんか、うん、変な動きしてるなとかあの 筋肉の使い方変だなとかなんかそういうのがよくわかるんでまあまあ結構昔からやってましたねはいで素振りはあのマスコットバット、まあ、野球のマスコットバット、まあ、これうんそうですね1キロぐらいあるのかなはいであのよくグリップのついたあの重いバット打ってますよねそれで素振りしている方もいると思います 個人的には、まあ、あれよりも、野球のマスコットバットがすごく、あのー、スイングする上でバランスがいいかなと。まあ、その重たいものを、いかに効率よく体に負荷をかけないで、えー、スイングするか。まあ、そういうのをこう、していました。でまあ、あくまでも、あの、怪我がなるべくしなくて、あのー、 より効率的に飛距離を出しながらコントロールしていくと、まあ、そういったものを考えて、えー、練習メニューを考えたりとか、まあ、自分の練習方法を考えたりとかっていうふうにしてましたね。そしてその1日の終わりですね、まあ、その後、まあ時間もありますから、あのー、夜、まあ、リビングで反省会というか、まあ、その日の まあ、まあ、反省会ですよねそういったことを今後どうしていくかとかそういうな話を一緒に行ってた仲間と、まあ、師匠がいれば師匠と話をしてました、まあ、それはあのちょっと飲みながらの話するんで向こうはあの安くておいしいワインが売ってるんですよ箱ワインって言ってね最近日本でも結構出てきましたけどこう四角い箱のねあのワインで。 えー、これあればここに出したいと思いますけど、はい、四角い箱のワインで、まあ、4リッターぐらい入ってるんですけど蛇口がこうついててちょっとコップに入れてそれを飲みながらあの話したりとかしてましたねまあの飲んで話しちゃうんで結構あの師匠がいると、えー、ものすごくあのその濃密な話結構裏話とかあのゴルフ業界がこういうふうにしていくべきだとか こういういいにななっっていけばもとと良くなるとか、まあ、そういった話をしながら、えー、結構重要な話も話題も出てくるんで、まあ、メモしたりとかそういうふうにしながらやってましたねはい、まあ、そういった形で一日はこう過ぎていくんですねでこれを毎日繰り返して、まあ、週1回ぐらい休みながら、えー、時にはサーフィンやったりとか、まあ、あの地元の人たちと あの結構誘われて日曜日にミサに行ってバーベキュー行ったりとか、えー、海辺でバーベキューを日曜日にしたりとかっていうこともしながらやってましたただ基本的にはあ,のあまりその贅沢な生活はできないのでなるべくこうお金を使わずに、えー、効率的に練習をしてまあ旧スクールを目指すと。 そういったところですね。はい。この辺で終わりにしたいと思います。えー、次回もまた、えー、ちょっとオーストラリアでの生活、えーまあ、そのもうちょっと、えー、どういうふうに QT まで行くのか、そういったのも踏まえて、次はお話ししたいと思います。それではここまで視聴ありがとうございました。また皆さんとお会いできる時を楽しみに。えー、次はなるべく早く。 えー、更新したいと思いますお楽しみによろしくお願いしますじゃあねバイバイ